どうも、毎日の YouTube 動画更新お疲れ様です、今回はですね、収益化 YouTuber を狙うあなたにですね、メッセージをお送りしたいです。それは単に作業として YouTube をどんどん上げればいいってもんじゃなくて、ちゃんと狙った成果が出てるかってことをね、まあ一回一回検証しなければダメだよってことなんですよ。できれば検証した後に動画を撮るのがいいですよね。パソコンを開いて動画を作るぞって思った時に、前回上げた動画とか今までに作った動画、そうですね、過去1週間ぐらいをこう洗ってみてね、どんな数字の変化があるか、主には再生数ですよね。過去1週間とか過去10本20本の動画の中でどれが一番再生数が伸びただろうかっていうのを見てね、できれば何日でそのぐらいの再生数になったのかってことを割り算してみて、1日あたりどのぐらいの再生数が出てるのかなっていうふうな結果を見ることなんですよ。そして最も結果が出ている動画に似せた動画を作っていこうというね、まあ、そんな意識が大事です。例えばタイトルが思ったように当たったのか、サムネイルがものすごく気を引くものであったのか、最も意識を込めたものが視聴者さんにストライクして、まあ、つまり信頼関係ができたってことですよね。こちらの伝えようとしたものを受け取ってもらったという、まあ、その積み重ねが再生数のアップであり、チャンネル登録の充実になってきて、で結果収益をもたらしてくれるっていうことになるんですよ。やっぱりね、趣味で動画を撮ってるんだったら全然こんなことしなくてもいいんですけども、何がしかのリターン、つまり投入時間とか投入コストに見合った見返りがあれば、もっといい動画が作れるようになってくるんですよ。でもやってもやってもフィードバックがないと、だんだん動画の質ってのは落ちていくんですよね。でほっとけば落ちていくんで、意識して上げていかなくちゃいけない。そういう時にもっと再生されるようなものとか、もっと気を引くサムネイルやタイトルとかっていう風にしていくんですよね。で、これを客観的に見ていただくのがコンサルってやつなんですけども、コンサルは頼まなければ自動的に誰かがしてくれるってものではないんですよね、まあ、ですんで今回はこういう気持ちでタイトルをつけたんだけどもどうだったでしょうかみたいなこととかね、今回は気を引くサムネイルをちょっと作ってみたんだけども見てもらえませんかとかね、で動画の内容はここに自分のメッセージを込めたんだけども、これはちゃんと伝わってるでしょうかみたいなこととかね、すごく大事になってきます。結局自分で良かれと思ってたくさん動画を作って、それで結果が出ないってことは、自分の考えではなかなか進まないってことになるんですよ。ということは YouTube なら YouTube で、自分よりもね、長けた人に客観的に見てもらう、人の脳を借りるっていう作業が必要になってきます。まあ、ですんでやればいいってもんじゃないんですよね。でも真面目にやるのは大事なんですけども、やっても成果が出なければ、じゃあどこをどういうふうにしたらいいんだろうかってことを見てもらう必要があると思います。時には自分の考えとか行動の枠を取っ払って、奇想天外なものに挑戦するっていうことも必要になってきますんで、その辺のバランスを取りながらね、やっていただければと思います。それではね、収益化 YouTuber を目指す皆様のために、また新しいメッセージをお届けしますので、次回もお楽しみに。それでは。